二階さんが3年間で書籍代3500万円って言って、まあいろんなとこで本屋ごと買ったのかみたいな声もあったりして、これでもさ、はい、普通に政治やってたらこれどういうふうな資質かって見当つきそうなもんなんだけどね。ほうほう、政治家であればね、政治家であるで、あのはっきり言うとこのね、はい、資質先っていうのはあのどんな本買ったってわからないから、はい、領収書もね、あの領収書っていうか公開してないからよくわかんないけれど、ね、あのまあでも普通の政治家だったら多分こうでしょっていうことをちょっと推測で喋りますけどね、はいはい、今回あれだよね、あの二階さんはこのお金を随分まああのキックバック受けてたわけよね、はい、これ何十億だからね、はっきり言うとね、はい、それで自民党幹事長の時に何十億ももらってるんだからさ、うん、そうだ、そっちがすごいよね、うん、それから比べればこの3年間で3500万円なんてのは、はっきり言ってあの大した話じゃなくて、はい、その何十億の方の残りのね方がすごいんで、それをどうやって使ったのかの方が、はい、多分本丸だと私は思いますけどね、うん、でこのでも3500万円の話をすればね、はい、まあ、政治家の中であれでね、その講演会でね、はい、なんか著名著名人を呼ぶ、はい、著名人を呼んでお話を聞くっていうのはよくあるんだよね。よくあるんですか。よく多いよ、うん、あの私なんかも、はい、あれだよね、政治家の講演会を、うん、で呼ばれて行って、はいはい、ってのありますよね。でその時によくあるパターンっていうのは、はい、あのその呼んだ講師のね、はい、本をね、はい、まとめ買いするんだよ。ほう、まとめ買いして来てたあの、まあ、支援者の人に配る、はい、おうん、そういうのはよくあるよ。あ、ギャラ代わりじゃないけどっていうことですか。一般的にはギャラが安い時にそういうのあるし、それとあとその講師の先生が本があんまり売れない、はい、ああからまとめ買いしてってなるよね。なるほど。でそういうふうに考えると、例えば3500万円っていうのは3年間だから1年で、うん、はい、実は1200万円だよね。そうなりますね。1200万円で、まあ、この手の講演会4回ぐらいすると1回300万円だよね。で300万円1回支出するためには、うん、まあ1000円の本を、うん、あの3000部買うと300万円だよね。だから大体そんなようなあの目の計算で、うん、あの3000部っていうのは講演会の人にちょっと配るって形にする。ただそんなに変な数字じゃないんだよね、はい、うん、なるほど。だからそうすると多分あの推測だけどね、うん、この二階さんの関係者の人で、はいはい、あ の本を、まあ、講演会を通じて、はいはいはい、まあ、配ったと。なるほど。いうふうに思うよね。だからこれがあの講演会通じて配るのが、はい、あの利益共有なのかどうかっていうのは別の問題としてあるけどね、うん、だから本だからね、そこまでギリギリ言うのっていうのはちょっと、まあ、あの一般的にはだから本来てもらって教材だと言えばそれっきりだよね、はい、そうか、うん、来て話してもらってその教材として使いましたっていうのはそれっきりの話だと思うけどね、はい、だったらそれの領収書がありゃいいのにと。あ、領収書でも1個出すとみんな出さなきゃいけないから出さんだろう。はっきりそれはだよね、はっきり言えばあれだよね、領収書じゃなくてこういう本買いましたってリスト並べるだけで分かるよ。あ、まあ、そうするとね、おそらくね、はい、私の子供までは邪推だけどね、はい、本売れてない人が結構こういうの頼むんだよ。実際にすごく売れてたら、まあね、ここにね3000部かなんか出すとに大変だもん、うん、あのまたあのなんか本書き始めたくなきゃいけないでしょ。あ、そうか。で、それはちょっと難しいよ。なるほど、ね、うん、まあ、はっきり言うとね、私のは本でだとこういうふうに頼まなくても売れるから、はい、頼む、うん、それはないよね。なるほどね。だから大体売れない講師で本が売れないんですと言ってて、はい、もうギャラも少ないですからっていうので、はいはい、それでやるっていうのがよくある話だけどね。ぜひ本の名前を公開してほしいです、ね、本の誰の本かって公開するだけでああってすぐ分かるような感じだと私は思うけどね。なるほど。だからまあ、あのある意味で資質のやり方としてはね、この書籍代っていうのはそんなにものすごくむちゃくちゃに変な話ではないですよ。あ、今回の政治資金収支報告書でも収入はみんな書かなきゃいけない、はい、で収入書くだけじゃったら簡単なんだけどね、はい、支出も書かなきゃいけないで、ね、はいはい、で支出の中でこの書籍って結構多いですよ。これはあの税金的にはどうなるんですか。これはね、はい、政党と個人って実は分かれてるんだけどね、分かれてる、はい、あの政党の場合は、まあ、この非課税っていうのははっきりしてるんだよね、はいはい、でもね個人の方はねこれ、はい、あの税務署の方がねいつもね必ずね確定申告の時に政治家の方にね、はい、このねこれは雑所得になりますっていうそういう風な通知を出してるんで。雑所得になるんですね、うん、でもね難しいのはだからこれは政党のお金なのか個人のお金なのかっていうところが線引きが難しいのは難しいんだけど、実態的にはそれは個人だよみんな。そ
ね、だから絶対的には個人だから雑所得になって本当は課税の義務が発生するっていうのは私の解釈であります、はいはい、元税務署長としても絶対そうなんです、ね、でもねこの辺あたりのところはね実はねこれでキックバックで裏金キックバックで脱税案件ってほぼないんだけどね、はいはい、なんで国税庁っていうのが問題なんだけど、うん、国税庁の幹部って実は財務省の幹部なんだよね。本当はあの国税庁はキャリア制度があるから、はい、国税庁のプロフェッショナルの人がやればいいんだけど、はい、全部財務省がやってるからね、はい、財務省の方から見ると先生これは本当は雑所得で課税なんですけど、はい、私がいる間はおめこぼししますなんて言ってるか言わないか知りませんけどね、まあ、言ってみるとね貸し作ってね、はい、玉を握ってるって状況で、だからこれ今回あの安倍派の人ずいぶん修正申告したよね、はい、入会派もしたよね、はい、玉握られだと思うよ結構は、でこの手の話になるとね課税で立件するっていうことになるとちょっとハードルが高くなるのは事実なんだよね。1億とかねそういう形になるんだよね。でもね修正申告でみんなさせなきゃいけないよな、ね、そうしないとずっと政治家の人たまに逃げられたままだよ。それちょっとだから抵抗しようと思ったらちゃんと税金を納めるっていうことが大した金額じゃないもん。大した金額じゃないですよ、ね、うん、だからそれ納めちゃった方のはすっきりするんだけど、ね、そうですよ、ね、でも多分これはあの何点かな、みんなたくさん多いでしょ、はい、して一人抜け駆けして納めるとかそういうのは勇気いるかもしれないね、でもねこれを納めないと財務省の方がずっとたまに握ってて、はい、あのあれだよね、あの安倍派とね、はい、二階派の人はもうねこれからなかなか何も言いにくいよね。これじゃあ過去の政治家大体みんなそういう感じになっちゃってる、あのこので脱税案件になったことほとんどないな、うん、じゃあみんな玉握られちゃった、握られちゃった、ね、あら、私はこれでこれねすっきりね、はい、個人で課税所得になるっていうのはもう明らかなんだから、はい、払っちゃいいんじゃないと思うんだけど、 そうですよね、そこがちょっと今回の政治資金の話としては釈然としなくて、今特に確定申告の時期なんでね、払っちゃいいんじゃないと、チェスト算して次お金だけであの個人所得ですってバーッと払っちゃえばいいんだよ。そうですよね、うん、もう我々はひいひいって確定申告してんのになんだよってちょっとやっぱり本当だよね。あのせいぜいまあ2000万3000万の話でしょ、せいぜいしちゃいけないけど、それで払うとしたってまあ1000万ぐらいだよな、ね、あの納税してね、はい、払っちゃえばいいんじゃないのと私思うけどね、まあね、そしたらね結構ねすっきりするんだよね。そうですね、うん、それでずっとあの払わないで玉握られてるのがいいのかそうですね、うん、払ってもう正々堂々とあの、ね、すっきりしていろんなことやるのがいいのかっていうそういう選択だと私は思うけどね、今回の政治資金の話でなんか公開しろって話と税金って2つあるんだけど、うんうん、一つの考えとしては公開はいろいろ話があるけど税金は全部払いますっていうのは一つの考え、そうですね、公開の話については相手がありますからちょっとって言うんだけど、その代わり税金は全部払います、そうですね、これが結構一つの美しい考え方ですよ。結構皆さん資産家が多いのでそれぐらいできそうなんですよ、ね、困っちゃうよな、このくらいでケチッで玉に嫌いの嫌だから、ね、本当そうですね、うん、と私は思うんだけどね、これはいろんな考え方がありますね。